た低く食ったら。いや食ってないって言ってんじゃんさっきから。食ってねえよ渋くんの大福。食った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 。俺ここの椅子の上に大福置いてたんだよ。なんで投げられてんだよ。あ、こっち向けよ。俺は食ってない、俺は食ってないぞ渋くん。大福なんて食ってない。なんて棒読みなんだよ。俺食ってないから粒あんの大福なんて。え、なんで粒あんの大福って分かったのさ。ギュグ、僕はいつもこしあん派って言ってるよね。ギュグ、なんでいつも僕はこしあんしか食わないのに今回に限って粒あんの大福って分かったの渋ライン。ねえ渋ライン、やっぱ食ったんだね。食ってない、食ったんだな。食ってない、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 もういいよ渋ライン、だっていいよもう。俺もう言えてるから。じゃあな渋ライン、もう俺言えてるからな。いいよーだ、もう戻んねえぞ渋ライン。じゃあな。いやーちょっと昨日渋くんと喧嘩しちゃったけど、あれ本当に大福食っちゃったんだよね。ちょっと昨日食ってないって意地張っちゃったけど、あれだな、謝りたいなって感じだな。渋くん家出てっちゃったけど今どこにいるのかな。どっかに家建てて安全に暮らしてればいいんだけど。まあでも渋くんだからなんとかなってる感じはしそうだけどね。結構いろんなとこに出張行ってたりするし。まあとりあえずじゃあ狩りにでも行くか。よいしょと。はぁ、絶対渋くんの家だよね。渋くん、あいつ俺んちの隣に家作ったの。家での距離じゃないよこれ。いや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 、近っ近っ、おい近っ。絶対に渋くんだよね住んでるの。これで逆に渋くんじゃなかったらビビるんですけど。いやまだそうだな、渋くんって決めつけるのは良くないわ。でもまあ隣に家できたら隣人だしな。じゃあ挨拶しに行くか。どうぞ。え、待って、これ渋くんの声に似てるな。こんにちはって渋くんやないかーい。おい渋くんじゃん。え、渋ラインなの？なんだよ。いやいや、渋くんが家出てっちゃったからちょっと心配はしてたんだけど、まさか俺ん家の隣に家作るとは思わんだろ。いやちょっと離れすぎると怖いから。離れたくないってこと実は。いや離れたいよ。あ、そっち見たってことはちょっとは離れたくないと思ってる。そんなことねえよ。いやでもね渋くん、本当に昨日のことはマジで謝りたくて、大福食ったの俺なんだわ。やっぱりそうか。まあでもしばらくは渋ライト離れてここの家で暮らすから僕は。まあ分かったよ、ぶっちゃけ全部俺が悪いから何も言えないんだよね。いや自分の家っていいね。うん、いやだから渋ラインには何か仕返ししようと思ってるんだよね。ってことでちょっと渋ラインの家に突撃してみようと思う。多分あいつ今外出してていないから。いやなんか自分の顔に見られてるってなんか照れるな。いやー渋ラインの家、なんか渋ラインに見られんのも照れるな。よいしょ。あ、やっぱり今渋ラインはいないな。留守だな。よし、この椅子なんて撤去してやる。代わりにこのトイレを置いてやるよ。おれー、いやー面白いな、これ大量のトイレ置いてってやったよ。よし、これで渋ラインで嫌がらせができる。よし、早く早く帰ろう。渋ラインが帰って、あ、飛んじゃった。よし、これで渋ラインが帰ってくるのを待つか。おいしょ、おいしょ、おいしょ、よーし。牛狩りはこんくらいでいいだろう。よし、じゃあちょっと家帰るか。いやー、牛狩り疲れた。いやー、結構大変だったな。やっぱ牛狩るの結構大変なんだよな。いやー、にしても隣に渋くんの家があるのが未だに違和感だな。まあ、いいや。とりあえず家帰る一回。うなんだこれ、めっちゃトイレ敷かれてるやん。なにこれ。お、うんちブリブリしろってことかこれ。うんちブリブリしろってことかこれ、おい。あーでもうんちしたかったからちょうどよかった。じゃないねん。これやってんだこれ。これ絶対渋くんの仕業だろ。ちょっとこれ、ちょ行くしかねえこれは。おい渋くん。あ、間違った、ちょっと待って。壊してた。おい、なんだよお前。俺んちの椅子全部便座にしただろ。あー気づいた。いやーどう、うんちすっきりした。うんちすっきりしたじゃねえよ。こんな嫌がらせだなおい。いやだってね、大福食われてるから。やっぱそんくらいの仕返しはするよね。いやでもうんち快適にできたでしょ。ぶっちゃけうんちは快適にできた。じゃないね。いやでもちょっと渋くんには本当に悪いことしちゃったな。あ、そうだ、俺が大福作って渋くんに持ってってあげたら少しは許してくれるかな。そうしよう。そうすればまた渋くんと仲直りできるかも。よいしょよいしょ、じゃあ作るか。よいしょ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 。あっはっはっは。いやみんな見てよ、僕の家と渋ラインの家をこのレールで繋いで、そしてここには TNT 付きのトロッコが置いてある。つまりどういうことかわかる。僕がこの TNT トロッコを押せば渋ラインの家はもう終わり、ひとっ飛びってことさ。あっは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 。僕の大福を食ったからね、かなり責任は重いよ。僕は大福のためなら何でもしちゃうからね。
よーし、できた。見た目キノコだけど、これ大福。いや、結構大変だったな。これを渋くんに持ってってあげれば、ちょっとは喜んでくれるかも。よし、じゃあ渋くんに渡しに行こう。よし、あとはこの TNT 付きトロッコを押せば、渋ラインは終わりだ。あ、なんだ、電話だ。待ちまーち。あ、渋くん？あ、渋ラインなんだよ。いや、あのさ、ずっとなんか、俺じゃないとか言ってたり、まあ、いろいろ、言い訳したり、ちょっと本当に反省してるんだ。まあ遅いけどね。許してもらえないのはちょっとわかる。でも、ちょっと渋くんにはどうしてもちょっと喜んでもらいたくて、少しでも。うん。渋くんのためにちょっと大福手作りで作ってみたんだ。え？大福を手作りで作ってくれたの？ちょっと初めての試みだったから下手くそかもしんないけど。僕なんかのために？当たり前じゃないか。大福をこの世で愛してんの渋くん以外思いつかんもん。渋ライン。僕のためにそこまで思ってくれてたの？本当に今までのこと全部俺が悪かったからさ、仲直りも込めてもう一回会いたいな。あ、渋ライン、僕のことそんなに思ってくれてるなんて。渋ライン、今からそっち行くよ。あ、渋ライン逃げて。